トロナドールはアルゼンチンのトロナドール I とトロナドール II 打ち上げ機を含みエスコールと称する液体推進材式使い捨て型ロケットを開発するための一連の観測ロケットである。トロナドール I は無誘導式液体燃料ロケットで弾道試験飛行に使用される。開発は誘導装置を備え、低軌道に到達可能なトロナドール I に必要な 技術を試験するための大型のベックス試験ロケットに先行して開発された。一機のトロナドール I は2007年6月6日に、ブエノスアイレス州の南東のバイアブランカ近郊のプエルトベルグラの海軍基地から打ち上げに成功した。これは、この計画の技術実証機の初打ち上げだった。一機のトロナドール IB は2008年8月5日に、 プエルトベルグラの海軍基地から打ち上げに成功した。これは、この計画で2期目の技術実証機の打ち上げだった。これは、コニーとエブカンの最初の共同試験打ち上げでだった。2007年12月に打ち上げは成功した。ペイロードは、コニーによって製造されたイム g p s 受信機。 すべてを統括する搭載コンピュータとガス推進機による姿勢制御装置のように計画において補助装置の有効性を確認するための複数の試験装置を輸送した。ペイロードユニットはエブで製造された v s 3五体推進剤ロケットで打ち上げられ弾道飛行の完了後パラシュートで海に着水して回収された。T4000 試験ロケットはトロナドール2の 第3弾の原型として計画に関連するロケットである。姿勢制御システムを備える2011年の最初の打ち上げは失敗した。現在の構想ではトロナドール2に搭載する前にベックスと称する分割された複数の試作付属機器の飛行が予定される。発射台とロケットの間のインターフェースが原因で失敗したことが見つかり、機体を 地上から2メートルの高さに持ち上げることで予防した。エンジン制御機構は燃料弁を閉じて爆発を予防しロケットは発射台に落ちる。完全なトロナドール2派生型は2015年にプエルトベルグラの海軍基地から打ち上げが期待される。計画されたトロナドール2ロケットの暫定的な使用。ありがとうございます。